北半球北半球演習が赤道に相当する北半球とは天体を赤道で2分した時北側に相当する部分を指す以下特に断らない限り地球の北半球について述べる大陸の内ユーラシア大陸北アメリカ大陸のほかアフリカ大陸の1-2以上南アメリカ大陸の約1-7が北半球に含まれる6大衆としてはヨーロッパ 北アメリカの全域及びアジアのほとんどが北半球に位置する。海洋の分布では太平洋、大西洋、インド洋の一部及び北極海、地中海、メキシコ湾、東、シナ海などの付属海を含む。南半球に比べ陸地の面積比、特に温帯に位置する陸地の比率が高いことが人口、気候の両面に影響を与えている。 北半球全体の陸地の面積比は39.4%であり、南半球の陸地の面積比18.4%よりも高い。温帯の例として、北緯30度から40度における陸地面積比が43%であるのに対し、南緯30度から40度では11%と少ない。このため、四大文明の発祥をはじめとして人口は、 歴史的に北半球に偏ってきた。世界人口の約87%が北半球に居住する。特に中華人民共和国の14億人、にインドの13億人などアジアに偏っている。北半球の温帯に属する地域では10から3月が寒く4から9月は暖かい。陸地面積の比率が高いこと、さらに高緯度地域に大陸が位置することにより、 北半球の気候は南半球と幾分異なる。高緯度に大陸が位置するため、シベリア間気団など南半球に比べ大規模な気団が発生する。陸地の占める面積比が高いため、熱赤道の平均位置は主に北半球を走る。南極大陸を除く最低気温がロシアの大イミャゴンで観測されたこと、最高気温がアメリカ合衆国のカリフォルニア州。 デスバレーで観測されたことは、陸地比率の偏りからも説明できる。大気循環の概要は、南半球と似ている。亜熱帯地方から赤道に向けて、北東貿易風が、中緯度地域には、偏成風が吹く。西太平洋を中心に移動する台風や、北アメリカ大陸の東西の海洋を通過する、ハリケーン、広く大陸東岸から赤道側にかけて見られる。 モンスウーンなどの気象現象が顕著である。世界最高峰のエベレストはヒマラヤ山脈に属し、2位の系通はカラコルム山脈に位置する。全長が最大のナイル川は北半球の地中海に注ぎ、3位の長江は東、シナ海に注ぐ。大陸移動についてのみ触れる。約2億年前、パンゲア大陸が分離して北半球に位置していた部分は、 ローラシア大陸となり、さらにユーラシア大陸と北アメリカ大陸に分離した。その後、インドア大陸がゴンドワナ大陸より分離北上し、ユーラシア大陸とぶつかり、ヒマラヤ山脈を形成した。この衝突のために気流が変わり、中央アジアは乾燥し、東アジアが湿潤になったとされる。アジアヨーロッパ太平洋、ありがとうございます。